マリオ&アルイジ RPG4 アドリームアドベンチャー。はい、というわけで、どうも皆さんこんにちは、アルです。というわけでね、今回マリオ&ルイジ RPG4 をやっていくというわけで、前回ですね、このマッスフアニーの夢の世界にやってきたんですが、そこで4人の弟子を倒してこいとのことで、で、その4人中2人を倒してきて、今回はおそらくこの残りのホワイトとブルー、弟子ホワイトと弟子ブルーって名前なんですけど、この2人倒しておそらくマッスフアニーを倒して、倒すのかな？戦いって言われてんで、で、それ目を覚まさせるところですね。というわけでちょっと逆側行ってきます。で、逆側まだ解放してないんで、ちょっと解放してきますね。さて、今のとこマッスフアニーのなんか情報はあまりないけど、まあ、とりあえず弟子系を全員倒せばいいんだらしいんだけど、で、ここに来てまさかのデカルイ、うわ、危ねえな、あれ、ちょっと待って、これどうすればいいんだ？え、これ、斜めでいける？あー、斜めでいけた、いけた。で、これ上か。お、なんで急に BGM なくなった？あ？急に何？いや、この間の時間がもったいねえ。この間の時間がもったいねえ。あ、なるほど。この間にコインを取れってわけですか？あ、はい、わかりました。じゃあ取りますね。はい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 。で、これで、ポーっといきまして。あ、はい。これで取りましたけど。ん？これで、斜めって、ん？これ、その間実質、あれが下からこうやってしゃがんでいけってことか？おーい。で、これ、ああ、終わった。何今のボーナスタイムは。今のボーナスタイムは何？何だったんだろう。普通にあれだったのかな、なんかやればよかったのかな。別にまあいいか。まあ、とりあえずこれちょっとしゃがんでここ通っていきまして、これ、で、これ上になんかある。上にもなんかあるな。ちょっと待って、これ RB だな。ちょっと待って、RB、RB。ちょっと待って。はい、B、OK。上か下か。まあ、とりあえず下を見たくなるよね。とりあえず下から見ていきましょう。で、とりあえず、ルイージたち合体して、まあ、しゃがまないといけないよな、ここ。で、ちょっとしゃがんでいきましーのして、で、ここで A ボタンで、ポーン！最高にエクスタシー。ん？で、これさらに上なんかある？何もないね。とりあえず、これ下降りまして、あ？ちょっと待って、上側気になってくるな、そうなってくると。なんか、こっち側だけ、なんか、さっきの場所と繋がってるのかなと思ったけど、何もなかったね。じゃあ、ちょっと戻ってみましょう。だって、上側に戻ってきたけど、これ何？チャージ上や！チャージ！今までのペーパーマリオ系だとチャージ系は強いイメージあるけど、チャージって何？チャージ。チャージはダメージを受けるためにバッチメーターが溜まる。ああ、いいじゃん。じゃあこれマリオつけといて、ルイージ魔剣器つけときましょう。あ、で、ルイージ装備そういえば何もつけてないな。みんな二人か。トレジャークラブつけてて、ルイージこっちつけてねえのか。じゃあキラー BP バンドル。あい、これはちょっとマリオつけときたいな。じゃあマリオパワー使うのはキラー BP つけといて、まあ、攻撃が下がっちゃうけど、で、ルイージにパワーグラブつけときましょうか。パワースカーフ、これだ。で、これで OK でしょう。で、これで夢世界だった場合、これでもう BP 使いたい放題男になれるんで、いいんじゃないでしょうか。で、戻ってきまして、これでおそらくブルーとホワイトの場所に行けるので、これでブルーとホワイトを倒しに行けますね。何も解決してないな。同じことをただ言っただけだったわ。さて、じゃあまずはブルーから倒しに行きましょうか。ブルーひ弱なんだよね、ちょっと気の弱そうな子で。で、ホワイトがすごい寝る子は育つタイプなんだよね。だからホワイトなんか強そう。ズータイも一回りでかいんだよね。で、うわー、いきなりもう、待ち構えんな、バカ野郎！だ、みんな、これでキラー BB バングルさ、使えばさ、1P、おー、すごい BP17 回復した！すごいね。あ、いいね、キラー BB バングル、さっき使ってみたけど。で、なにこれ？すごい、いかにもヒップドロップしろって的な場所がいろいろあるけど、どれかが当たりみたいな。いや、ここは男が土直球ど真ん中でしょ。わからん。違いがわからんで、チクタ君とりあえず全員吹き飛ばしてって、はい、失礼しまーす、ってわけで。で、このままどんどん進んでいきましょうか。いや、キラー BP はあれいいね。ただね、一回ちょっとミラクルジャンプで試したのよ、俺。ミラクルジャンプで試したんだけど、ミラクルジャンプはダメだったね。ミラクルジャンプ自体が多分単体技なのかな？だから単体技判定だから BP が1しか回復しなかったんだろうね。びっくりしたわ、一瞬。俺詐欺かと思っちゃった。一瞬効果確認したかんね。一瞬絶句しちゃったもん、俺。で、これこう行って、押してくじゃん？で、押してって、で、これ一回解除か。一回解除。あ、で、これ斜めてる場所だと解除できないんだね。OK。で、これ解除しまして、で、金ゲットして、このビックラマークを押して、で、あそこの扉が開くと、いいですね。キラー BB バングルつけて、なんか、もう雑魚処理したいときは、とりあえずミラクルボールを使いとのことだったらしいので、とりあえず今後はもうミラクルボールで雑魚処理していきます。わ、上がれなかった。で、これ登ってって、で、まあ、とりあえずついて降りまして、うわ、これ通れないか。まあ、これ通れないんで、戻りまして、もうそろ弟子ホワイト。じゃあ、弟子ブルーか。弟子ブルーに会えると思ったが、お前かい。さて、ちょっと通り道に全員雑魚的がいたので、処理してきまして、で、先進んでいくと、あー、これボス戦ですね。ちょっとその前シロップとかで FP 回復してきます。
さてと、というわけでやっとデシブルーのとこ到着しましたね。ちょっと待ったー、またまた、こんにちは。それでは3回戦目の勝ち残りバトル、対戦相手はデシブルー。今回は、エクセレントのみで相手を倒せという条件をつけそうです。例えばバトルうまく相手を踏むと、エクセレントという文字が出ますよね。そのエクセレントだけで相手にダメージを与えましょう。エクセレント以外でダメージを与えると、ルールヘンドで相手が回復します。OK、グッド、グレート評価は途中で表示される攻撃は、最後はエクセレントになればダメージを与えられます。だそうです。もうしっかり帰りたいの。どうせ負けんな。僕は弱っちいの。どうされますか？バトルに挑む！で、エクセレントが攻撃できないと。どうせ僕らがすぐ負けちゃうの。僕だって、なんて助けるやつだった。お、ルイージ、どうした？元気出せよ。まさかお前分かるのか、気持ちが。もっと自信を持って、だって。こんな僕でも強くなれるかな。みんなみたいに頑張れるかな。君たちも人ひねりでギッタギタに倒せるかな。いや、お前それいいのか。ちょっと後悔してるんじゃねえの。では3回戦目のバトル、スタート。君たちを倒して、僕は強くなるの。なれるといいな。というわけで、じゃあ早速、てじゃあこれバッチで攻撃はできるのか、じゃあ。ちょっと、ん？おー、危ねえ。なんか上にすごいかましてくる、こいつ。ジャンプで踏めないんじゃないの、この感じ。あ、これ踏めそう。あ、踏めそうだったのに。おー。なるほど。手を前にやってるときは踏めるのか。じゃあ、ちょっと、これで。おら。で、さらにもう一回バッチ。おら、くらえ。おら。容赦ない。もう160ダメージ与えてる。危ねえ、危ねえ。ミラクルジャンプちょっと危ない。ちょっと全体回復できるんで、今回これでいきましょう。ミラクルボール。いきます。さあ、ミラクルボールですね。待って、あいつ結構ああ見えて S なんじゃないかね、デシブル。デシブル S 気があるよね。君たちをギタギタのめっためっちゃ倒せるか、的な感じのこと言ってたもんね。いや、怖い怖い。ああいうやつが一番怖いからね。で、これでくるくる回転しました。あ、一人取り逃したか。だが、まあいい、いってらっしゃい。おいふぃー、素晴らしい。あれ、あ、おびきさん。もうムンクの先みたいな顔してたな。8FP 回復。時はまた撃てるようになったよ。フェル、あ、これまたか。ジャンプ、あ、ちょっと早めでよかったね、今の。ここら辺。行くぞ、おー、危ない。やばい。見極め大事。ここ、オッケー。おー、ラッキーヒット。あ、来てーって言ってる。で、もう一回。あ、危ない。早めでよかったな。ここら辺。オッケー、33。いいですね。さらにもう一回。はい、バッチ。どうよ。あ、バッチ強。敵単体に80ダメージ、えぐいて。おー。あ、そうか、あいつらを倒さなきゃいけねえんか。じゃあ、ミラクルボールでとどめていきましょうか。はい、オッケー。時計始末完了。で、FP も11回復。無限に撃てるな、ミラクルボール、数がいれば。夢世界だと強えな。夢中で戦ったら、ちょっとスッキリしたよ。ありがとう。あ、成仏した。勝者、バルハ・ルイジ。はい、時計、弟子詰めたら、3枚目。あと1枚。で、おめでとうございます。ではまた後ほど頑張ってくださいね。あ、はい。じゃあ次ホワイトのとこ行きましょうか。おお。あいつもあれで帰るんだね。まあいいか。とりあえず行きましょう。うえー。とげ、ブルーも封印。さあ、あとは残りはホワイトのみ。じゃあ行きましょうか。せい！ん？せい？せい！ん、何？あ、俺お前弟じゃん。何してん？せいや！うん、うるせえな。いや、君たちも汗を流しに来たのかい。なわけねえだろ、このクソ野郎。何をしてるのかって見ればわかるだろうが。どんなものでも跳ね返せる腹筋を作ってるのだ。空が降ってくるものを腹筋で跳ね返す。普段の暮らしの中でよくあることだろう。ねえよ。そこにスイッチがあるだろう。それを押すとだな。ああ。なんと、頭上から爆弾が出てくるのだ。はあ。爆弾が。で、それをどうしろと。はっはっはっは、常に己を限界まで追い込む、なんともスリリングなトレーニングだろう。怖くてまだ一回も試してないかな。ダメじゃねえか。で、そこには大量のガリキも私が積んだものだが、いかにも邪魔だな。よく詰めたな。ガリキに爆弾をドーンと当てて、ボカン、バコン、ドカーンって感じだ。いや、わかりづらいな。擬音ばっか。きっとスカッとするぞ。最高のトレーニングだろう。んー、バカだわ。さて、腹筋のパンプアップを再開するか。
爆弾も跳ね返せる腹筋を作るには、倒した体を素早く、起こすべくし。はあ、なんかやってるけど、まあ、とりあえず俺たちはこれで、まあ、ミラクル維持なんかしろってことか。まあ、とりあえずちょっとこれ、まあ、押すじゃん。で、どうすればいいの。おお、ちょっと待って、ああ、危ねえ。おお、いいぞ、なるほど、そういうこと。はい。ああ、なるほど、高すぎてもダメなのか。ここ。おお、やるなー。で、ここ。おお、いいですね。なるほど、こんな感じで道をどんどん切り開いていくのか。ここ。うますぎ。我ながらうまいね。というわけで、じゃあ早速、お前も踏みつぶしてやる。この弟が。で、弟を踏みつぶしていき、我々は先に進んでいきましょう。というわけで、これなんか上になんかある？上になんかありそうだったよね、今。ちょ、行ってみていい？あ、なんかあるけど、行けないね。まだ行けないっぽいな。まだ行けないっぽいんで、まあ、てか、どっちみち意味がなさそうなんで、とりあえず、こっち進んでいきますか。あれ、もうデシスホワイト、早くない？ちょっと待ったー、ででてん、短くここ。さあ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 、泣いても笑ってもこれが最後です。それでは4回戦目の、勝ち残りバトル、条件は、対戦相手はデシホワイト。寝てるな。今回なんと、条件がないそうでないの。ではどうなされますか。じゃあバトル挑みますよ。何？行くよ。むにゃな、むにゃなね、ふごってるし、おお、寝とるな。え？やる気あんのかこいつ。なんだ。むにゃむにゃ。では4回戦目のバトルスタート。え、このまま始めんの。まあ、とりあえずやっていきますか。てん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 。で、なにこいつ。むにゃむにゃ。回復してる。眠っているオイラはどんどん回復するぞ。オイラを回復するより早く急いで攻撃しないと、オイラを倒すことはもう一生できん。へえ、うわ、すごいとこで回復してんな。まあ、とりあえず一番最初にミラクルジャンプかましてみる。こいつ一体しかいないのしかも。なかなかにめんどくさい。それ行きましょう。ミラクルジャンプ慣れねえんだよな。一回だけエクセル取ったんだけど、なかなかに難しい。は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 い。あいつがずっと回復してる音聞こえんな。はい。はい。どうよ。これ結構まっすぐじゃないの。エクセレントいけるか。うらぁ、オッケー、エクセレント。おら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 、つぶれ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 る。おーおーおい。あ、今のマリオ踏めたか。205。寝つけねえ。寝つけねえ。まあ、じゃあとりあえずミラクルジャンプいきますか。なるほど、あまり暇を与えると回復しだすのか、あいつ。それめんどくさいな。ほっ。オッケー、どうよ。結構まっすぐよ。で、寝つけねえお前に、ダイレクトアタック。うらぁ、ポポ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 ポ。うらぁ、あ、今踏めてないな。衝撃入ってなかった。158。で、終わった、終わった。どういうこと、早すぎない、あまりにも。なんだったんだよ、こいつ。一回も攻撃してこなかったし。一番弱かったな、ホワイト。これは夢だ、むにゃ。まあ、夢の中だけど。なんだ、ホワイト。勝者、マリオ&ルイージー。はぁ、あ。一番手応えがなんか感じなかったね。で、これ4枚揃ったね。おめでとうございます。4人全員倒しましたね。ツアーセンター前においでください。まっすぐアリーさんが そこに来るそうです。なるほど。で、FP とか回復していきますか。よいしょ。というわけで、これで4人全員、はい。窓枠の中に収めたと。へい。弟子恐るるに足らず、一番強い方はなんならオレンジ説あったな。というわけで、じゃあ早速これでマッスフ兄のとこに戻れば、お二人様はこっちですよ。あ、はい。行きましょうか。で、これマッスフ兄倒してれば今回目覚めるのかな、いよいよマッスフ兄。楽しみですね。じゃあ行きましょう。兄？というわけで、ここでマッスフ兄と会えるのかな。お帰りなさい。はい、4枚揃ったよ。どうよ。弟子いいぞ、すべて倒したんですね。倒せよ。お、電話だ。兄からじゃない？もしもツアーセンターです。弟子を倒した挑戦者がいらっしゃいましたよ。マスワニーが到着されたようです。いよいよマスワニーの登場です。マスワニーさーん、上から来るぞ。と思ったら下から来る可能性もある。どこだな。え？どういうことだ？マスワニーは来ないではないか。もうまさかお前が。身長差ありすぎないな、としたら。うわ、ブレイモノ、何がそんなにおかしいのだ。うわ、だってねえ。ん？うわ、やっぱりお前かい。うわ、お前がマスハニーだったのか。いかにも、俺がマスハニーだ。この俺がずっと変装したら分からなかっただろ。分かんなかったわ。
慎重さがあまりにもあるもん。いい加減に目を覚ましたらどうなのだ。我々早くパジャマンテに登りたいのだ。断る。俺は夢世界で強い矢とバトルし、己の肉体と精神に磨きをかけるのだ。甘っちょろい元の世界に未練などない。それなら我々と戦ってみるのだ。ここまでたどり着いた我々の強さをお前も知っておるだろう。おう、元よりそのつもりでいい。お前たちは今までの挑戦者よりも歯応えがありそうだ。もう笑ってる。デシーズ、来い。いつもの肉を見せてやろう。デシーズ、おう、何、おう、おう、グギャー、えい、おう、なんだ、おう、投げてきて、おお、すごいパワー。無理無理勝てません。どうだこの破壊力。本気の力を出せば今のことどうさもないわ。ふん。さすが師匠ガリー。うわ、あれも壊せんのすごい。師匠の力でこの世もガツンと砕くなり。ちょっと焦ってんじゃん。さすがにこれはちょっと大きすぎだなり。気使われてる。そんな石ころ余裕だわ。どんとこい。おう、それ行くか。兄シス、うえ、そっちが出てくんのかい。大丈夫。さすが師匠なり。そんなとこに現れてみんなを驚かすつもりなりね。すごい、なんかバギー味があるな。マスハニーサービス精神に溢れているなり。いや、絶対違う。バギーだよ、もう。当たり前だろう。俺の頭だけのショットなんてめったに見られないからな。レアなショットだからな。もちろん、すべて、計算して演出したのだ。へえ、すげえや。さて、準備はいいか？あ、いいですよ。俺の力を全力でぶつける！確保するんだな！行くぞ！あまり強くなさそう、このインパクト。てか、デシーズたち、このためだけに出てきたんだ。演出のためだけ呼ばれたんだよ、デシーズ。悲しいな。で、来ました。あー、雑魚敵いるんだ、お前。え、何？え？うわー！危ねえ！危なかった！危なかった！びっくりした！思わず、あーっつっちゃったもんね、今。というわけで、もうミラクルボールで行きましょう、雑魚敵多いんで。BP 回復できるんでね。じゃあ行きましょう。へへー。いけ、兄！潰れろ！おい！兄は一文だな。で、兄どれくらい食らったんだろう、わかんねえや。ダメージを受けすぎて、ん？この野郎！お、なんか切れてる。お？なんか増殖してきた。あ、で、これまたあれか。で、ウェーブしてきたらジャンプして。あ、ウェーブしてきたってことはもう俺、おー。なんか、シュールだな、あいつら。シュールな絵面だったな。あいつ怒り収まったね。なるほど。ザコ敵をなんか倒したりすると、あいつは怒り浸透するわけね。なるほど。じゃあ一匹ぐらい残しといた方がいいのかな。一匹だけ残してー。おーよし、一匹だけ残した。有言実行。で、これでどうよ。うん。怒るんかい。怒るんかい、そんだけやっといて。あ、しかも補充するんかい。で、何？あー、これまたウェーブか。どうだ、ウェーブ来る？あー、ショーウェーブ。おー、スルーしたな、彼に。じゃあ、ちょっと悪いですけど、あー、ちょっとあいつ、ちょっと舞台を編成しやがった。ならこれ食らえ！俺ふなんか微動だにしなかったな。まあ、いや、とりあえずミラクルボールで、とりあえず、だって兄単体で狙えるチャンスなんで、兄を攻撃しましょう。行け、兄！潰れろ！ああ、あいつら巻き込んじゃった。意外と判定広いんだな、ミラクルボール。で、どうよ。いねえじゃねえか。ぶち切れ。あ、10連続エクセント8クリアしましたね。というわけで、あー、舞台編成。で、あ、またそれかい。で、小さなウェーブの場合は、あれね。これ、普通に。おお。あ、一体デシーズが一体何したってんだ。デシーズのデシーズなのかわからんけど。あいつら何なんだろうね。デシーズのデシーズなのかな。で、どうしよっか。相手少ないし、ジャンプで行く、もう。ジャンプで行こっか。そうしよう。あ、これちょっとエクセント無理そうかな。これちょっとエクセント無理そうだな。多分これ。グレートフルデッド。いやー、まあそうだよな。これグレートフルデッドだよな。で、うら、え、今ので遅いのか。今の遅い。結構空中で A ボタンでいいんだな。で、誰もいねえじゃねえかってなって。こいつ技がワンパターンすぎない？ん？何？あ、これあれがバウンドか。ほっ！わかりやすいなぁ。今までのデシーズの技と同じだからわかりやすいな、お前。で、FP3 回来たんで、じゃあとりあえずミラクルジャンプで、もうそろとどめじゃないの。マスワニ。まあ、デシーズに比べたら確かにタフいけど、あまり強みを感じない。あー、ちょっと斜めった。なんかちょっとエッフェル塔みたいになった。というわけで、うらぁ、これでもグレイトか。意外とエクセント難しいんだよなぁ。うらぁ、どうじゃい。170。タフいな。で、あ、出た。
うら、わかりやすいね。わかりやすいね。で、あいつはすごい後ろに溜まってきた。え、なに？おぉ！なんだ？なんだ？おぉ！うわ、絶対なんか出てくると思ったよ。絶対出てくると思った。遅いな。結構将棋波形で早いイメージあるが遅かったわ。いや、ちょっと今の避けたいね。ちょ、相手回復して今の食らいたいな。ちょ、回復しよっか。あ、せっかく増やした数が、せっかく増やした数が少なくなっちゃったじゃん。ちょっと、責任取れよ。もういいよ、俺その間シロップで回復するからな。頼んだぞ。次にあの絶対技やれよ。頼むぞ。お、来たか。みんな来た来た来た、一発攻撃食らったけど来たね。で、これこっち来て、で、将棋はくるじゃん。ジャンプ、はい、オッケー。で、こっち側にいて、で、じゃーん。あ、ちょっと速くなってる。はい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 、オッケーオッケー。早い方がやりやすいかも。はい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 、次。はい。はい、次。ああ、俺、なんか、ははははは。耐えきれなかったな、あいつ。面白いね、今の。カウントあんな感じなんだね。で、なるほど。で、俺21。いい、俺も、俺が倒したなんてなんすか、今の。じゃあ、ジャンプで、とりあえずマスハに攻撃していきましょう。いいね。回避できた時気持ちよさすごいわ、あれ。いや、これもちょっとグレートっぽいな。ちょっと、途中でずれちゃった。ごめんなさい。というラッキーヒットアタック。おら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 。おら。終わりじゃないか、さすがに。はい、オッケー。お疲れ様でした。さようなら。ふぅ。面白い敵だったわ。あの奥行き講義楽しかったわ。で、これ何？キラーブーツ。名前強そう。で、400いっても何も達成してももらえない。はい、オッケー。大佐ありがとうございました。というわけでマリオがレベルアップ。さあ、何をあげようかな。もう俺マリオ納金にしますみんな。俺ここに宣言する。もうマリオは納金にする。パワーしかあげない。もうパワーとヒゲしかあげない。というわけで行きましょう。ここ。はい。はい、これで75。素晴らしいパワー。え、どうよ。シオマックスなんて、なんて恐ろしいヒゲたちだ。あ、お前が喋ってんのかい、ブルー。退散しよう。逃げるんかい。俺が負けだったと。バカな、こんなに強い奴がいたなんて。わかっただろ。戻る世界にも強い奴がいるのだ。ああ、乾杯だ。俺も戻って修行のやり直しだ。赤いヒゲ、緑のヒゲ。お前たちとはまたいつか戦いたいものだな。はあ、さらばだ！イメゼガイよ！帰ったね。うむ。これでマスワニーも目を覚ますはずである。我々元世界に戻ろ。はい。徒歩で帰らせんのね。はい、というわけでただいまー。久しぶりの現実世界だね。というわけでオッケー。大丈夫かい？うっ、強いー。ぬ、うんぬじゃないよ。やったわ。なんだ今の夢は。夢とはいえ、このマスハニーが、コテンパンのケチョンケチョンとはな。夢でよかった。後ろ後ろ。それはどうかな、マスハニーよ。え、いや、怖いわな。ああ夢に出てきた連中ではないか。不思議なこともあるものだな。ところで、こんなに集まってどうしたのだ。ツアーガイドの時間なんだけど、え？寝坊だー！まあ、でしょうね。ああ、よかった、戻ってきてくれた。なんとか兄が戻り、こうしてガイド二人が揃った。パジャマンデのツアーをスタートできるぞ！うぬ！出発の前に寝坊したことは大変に失礼した。そのお詫びとお礼に我々ができることといえば、超ハードな登山コースはない！なに？あのコースか？気前いいな、兄じゃ。よーし、それでは出発するぞ。ハードコースは目的地までに足腰を鍛えるサービス付き。パジャマンデの登山口まで猛烈ダッシュだ。ちなみにパジャマンデは枕城の真後ろにある。城の横道を奥に進めば迷わず使わずだ。いや、なんか言えよ。パジャマンデで会おう。徒歩で行けと。ああ、いや、回った意味あったのか、あいつら。ちょっと私たちもパジャマンデに向かいましょう。はい。それじゃあみんな今回動画ここで終わりにしましょうか。じゃあ次回、枕城の横の道までとりあえず戻っときます。それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。